ました。ヨーロッパ選手権でポーランド代表としてプレーした直後の名古屋加入でした。さあショートコーナーにした大宮、また泉沢振り切る、泉沢ファーセルヘッド、こぼれ球まだある、一者押し込みました。セットプレーの流れ、アウェーチーム大宮先制。76分の得点、若い市原がこじ開けました。泉沢のクロス、ファーサイド浦上のヘッド、一度は阻まれましたが市原リオン、吉丸も目いっぱいの対応をしたんですが、こぼれ球に対してはいち早く反応していたのはこの若いセンターバックの市原リオンです。これが今シーズンの2ゴール目となりました。大宮アルディージャー、これで今シーズン10試合目、